はい、お待たせしました。では、今日は、遠くから、いらっしゃっている方もいらっしゃいましてですね、本当に、これだけ集まっていただいてありがとうございます。本日はギャラクシーワークショップ東京2015ということでですね、皆さんおそらくここにいらっしゃった方は何かしらの形でギャラクシーのことをご存知なのかなというふうに思っているんですけれども、本日の、ワークショップの趣旨は、ギャラクシーの使い方や、ギャラクシーを通してですね、我々ギャラクシーコミュニティ、日本のギャラクシーコミュニティというものがありまして、そこでやっている、成果をですね、皆さんにご紹介できればということを考えております。そして午前中はギャラクシーの、ハンズオンの、チュートリアルということになっているんですけれども、私ライフサイエンス統合データベースセンターの、太田が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。でまず最初に注意事項なんですけれども、先ほどからアナウンスしておりますように、電源やネットワークがですね、おかげさまでたくさん、いらっしゃったおかげで、あんまり余裕がないんですね。お一人様一端末お願いしますって書いておりますのは、モバイルとかいろんな iPad とかお一人様で何台も何台も持っている方は、なるべく1台にまとめていただけると助かります。で、もしこの分からないことがハンズオンを進めていく中でですね、分からないこと何でも構いませんので、その度々に手を挙げて、お知らせください。前の方に座っているエキスパートがちょっと助けに行きますので、この辺りにおりますので、手を挙げてお知らせいただければと思います。でこのハンズオン失礼しましたなんですけれども、初心者向けです。で、ギャラクシー聞いたことあるとかちょっと触ったことあるという方にはもしかすると物足りない内容かもしれませんので、分かる人は先にどんどん進んで、構いませんということでですね、先に進めと言われても、どうしたらいいんだということなんですけれども、本日の資料がですねウェブ上にあります。で、Google なんかでギャラクシーワークショップ東京というふうに、検索していただくとですね、こちらのギャラクシーワークショップ東京2015ピタゴラギャラクシーウィキという、ウェブサイトが出てまいります。で、こちらをですね、クリックすると、本日のこちらの、イベントのですね、ページが出てきます。で、こちらのウェブサイトの下にですね、今日のプログラムが書いてあるんですけれども、この今のこのハンズオンのところですね、このハンズオンっていうところに、リンクがありまして、ここをクリックしていただくと、先ほどから受付でいただいお渡ししている資料にも、この URL 書いてあるかと思うんですけれども、そこにハンズオンのギャラクシー、皆さんこれを使ってくださいねっていう記号と、が書いてあると思うんですけれども、その記号ごとの URL と、あとそれからこれから使います資料がですね、こちらに、置いてあります。でここをクリックしていただくと PDF が出てきますんで、できればこれを手元で見ながら、進めていただけるとより分かりやすいかなと。で、分かる方はもうこれを見ながらどん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 先に進んでいただいて構いません。こちらの前の方ではもうかなりゆっくり分かりやすい空喋、ろうと思っておりますので、ちょっと2時間ですね、長いですけれども、よろしくお付き合いくださいということで、では、はい、さっきのネットワークなんですけど、ちょっと古い PC をお持ちの方とで2.4 ギガ帯しか使われていない場合は、ギャラクシー G1 っていう SSID のネットワークが飛んでいるので、そちらをお使いください。先ほど繋がらなかったので、ちょっとそちらをお試しいただければと思います。ネットワーク関連に関しても、わからないことがあれば、その度に手を挙げていただければ駆けつけますので、よろしくお願いします。では早速ハンズオンに入っていきたいと思うんですけれども、ハンズオンの、今日の、構成なんですが、まずギャラクシーについて、どういうものなのかというのをここで改めてちょっと簡単にですねご紹介させていただこうと思っています。でこれはこちらでお話をするのをちょっと聞いてもらう形になるんですけれども、その次に、クラウド上で、動いているギャラクシーを実際に触ってみるというような、実際に手を動かしていただく部分が、2番目になります。
それから、3つ目にですね、まあ、本日の午後に紹介することになっておりますコミュニティギャラクシー VM っていうものがありますので、これがどういうものなのかっていうものを、ことを簡単に、ご説明しまして、でその後ですね、自分のコンピューター今、ハンズオンの方手元にコンピューターをお持ちの方が、多いかと思うんですけれども、そちらに、バーチャル、VM をインストールしてみるというような流れになっております。でまず最初のギャラクシーについてというところから、始めたいと思うんですが、この中でギャラクシーを知らない、知っている方いらっしゃ、はい、多いですね。当たり前って言ったらあれですけれどもじゃあギャラクシーを実際に手で触ったことがあるっていう方いらっしゃいますか。ちょっとでもいいです、開いただけでも、あ、それなりにいらっしゃいますね、ありがとうございます。なんでその辺手を挙げないんですか触ってますよねでじゃあギャラクシーについてじゃあどういうものかっていうのをご説明するので、まず何ができるのかということと、まあ、どういうふうにしてギャラクシーを動かすんですかということと、まあ、誰が作っているんですかっていうのをご紹介します。で、まあ、見たことある方にはおなじみの画面なんですけれども、ギャラクシーについて、こちらがそのギャラクシーの、画面になります。で、まあ、何ができるんですかっていうことなんですけど、まずウェブブラウザー、まあ、インターネットエクスプローラーだったり Google Chrome だったり Safari だったり Opera だったり、なんだいろいろブラウザーはありますけれども、その、普通のコンピューターであればもう当然今であれば当然入っているウェブブラウザーの、操作だけでデータの解析ができます。で、まあ、最近その NGS 新型シーケンサーの、データの解析ですごくよく使われるので、その新型シーケンサーのデータ解析っていう文脈でギャラクシーってよく名前を聞くかと思うんですけれども、必ずしも NGS だけではなくてですね、基本的な配列の解析、例えばまあシーケンスの、まあ、逆差取ってみたりとか、アミノ酸に変換してみたりとか、そういうような簡単な配列解析もいろんなこともできます。でまたそのツールをギャラクシーにインストールすることでいろんな解析ができます。で、ギャラクシーっていうのはその商用のソフトウェアではなくて無料で使えるものです。でソースコード、そのソフトウェアがどういうふうに作ってあるかっていうも、ね、中身もですね公開されているので、まあ、自由に使えると、改造するのも自由ということになっております。でデータ解析の実行、まあ、実行だけではなくてですね、ギャラクシーのすごく、素晴らしいところはその履歴の管理であったりとか、昔やった解析をもう一回実行する、それからその今、自分が進めている解析を例えばコラボレーターと共有するとか、ラボのメンバーと共有するとか、そういうような、まあ行った解析の手順とその中間の結果っていうものが共有できると。それがギャラクシーのすごくいいところでないかなというふうに、思っています。で、ツールシェッドっていうふうな仕組みがありまして、これは何かっていうと、例えば今スマホ、iPhone とか、まあ、Android とか持ってる方はよくおなじみかと思うんですけれども、デバイスにアプリケーションをインストールするときはアプリケーションストアみたいなところに行くかと思うんですが、それにすごく似たものがありまして、ツールシェッドって呼ばれるポータルサイトにですね、いろんな人が、データ解析用のソフトウェアを公開しています。でそこから、自分が使いたいツールをインストールしたりとか、またもしくは自分が作ったツールをそこに公開したりということがすごく簡単にできます。で一番下に書いてありますけれども、自分で例えば何かしかこうツールをちょっとこしらえましたという時はギャラクシーにこれを追加するっていうこともできます。で、じゃあギャラクシーそれじゃあインストールすればポンって使える、なんか簡単そうと、ポンと使えるんじゃないですかっていうふうによく言われるんですが、これがちょっとちょっと変わっているというかですね、不慣れな方には分かりづらいところなんですけれども、例えばそうですね、まあ、Excel であったりとか、そういうオフィス系のソフトみたいにインストールをしてそれをダブルクリックして起動するとその Excel のウィンドウが開くみたいな形で使っているソフトウェアとはちょっと違いまして、そのウェブブラウザを使って操作を行うので、ウェブブラウザからアクセスするアプリケーションサーバーというものを起動するっていう必要があります。で、これがちょっとそのギャラクシーを自分のラボであったり自分の環境に導入したいっていう時にちょっと何て言うでしょう、まあ詰まる方が多いところなんですけれども、そういうことをやらないとちょっと使えないところがちょっと癖があります。で起動する場所っていうのは、まあ一般的にその
ローカルとかリモートとかっていうふうな言い方をするんですけれども、まあ、手元の今例えばお持ちのあのノートブックのコンピューターであったりとか、まあ、ラボの机に置いてあるデスクトップのコンピューターであったりとか、そういう手元のマシンの中で起動するっていうようなやり方と、あとはその手元のコンピューターはその操作する端末だけで、その実際のギャラクシーはネットワークで接続した別のマシンで起動するっていうようなあのケースもあります。これあのよくリモートでっていうふうに言うんですけれども、でギャラクシーっていうのはそのいろんなことができるんですけれども、じゃあそのツールを実行した時どれぐらいあの速いスピードでデータの解析をしてくれますかっていうのは、あのそのギャラクシーが起動しているマシンの、性能、例えば CPU がどれぐらい積んであるかとか、メモリーがどれぐらい積んであるかとか、そういうような、性能に依存します。でじゃあ具体的にその、ローカルとかリモートとか言ってもよくわからないよっていうふうな、ことがありますので、じゃあどういうことかっていうふうに簡単にまたご説明しますと、まあ、あのユーザーがいて、これがあのローカル、手元のマシンでギャラクシーを起動した場合ですね。で、手元に例えば、まあ、パソコンであったり Mac であったりとかあると思うんですけれども、これを使ってギャラクシーで、を開くと。でそれをブラウザー、ウェブブラウザーでは何をやっているかというと、自分のコンピューターの中にギャラクシーサーバーっていうのが立ち上がっていて、そことブラウザーが通信をして、解析を進めていく、操作をしていくっていうふうな、形になります。でこのやり方ですとですね、まあ、手軽というか、まあ、自分のマシン1個あればそのあとはインストール頑張ればですね、あの起動できるので手軽なんですけれども、あの自分の手元のコンピューター以上の性能は出せないので、例えばちっちゃいあのノートブックのコンピューターだと、例えばヒトゲノムのマッピングとかこう大量のサンプルでやろうとするとちょっと時間がかかるというような形になってしまいます。じゃあリモートっていうのはどういうことかっていうとですね、本日はあのナベインターナショナルさんのですね、こちらみあのこちらにですねあの展示をしてくださっているんですけれども、例えばああいう、コンピューターをですねあの設置して、でそこにギャラクシーを、まあ、あのあちらで紹介されているのはギャラクシーをもうインストールされている、コンピューターがありますけれども、あの、まあ、インストールされてない場合はインストールをして、でそれを置くと、で手元のコンピューターで、画面、ギャラクシーの画面は開いているんだけれども、ギャラクシーのサーバーっていうのはその、まあ、リモートサーバー、その大きいコンピューターの中で動いている。で、それをネットワーク越しに操作をすると。そういうような、形ですね。で、操作するっていう場合もあります。で、これはあのサーバーをその増強する、すればするほど、あの解析の性能も上がる。だから手元であの操作をしているのはちっちゃいノートブックのコンピューターなんだけれども、あのギャラクシーが動いているサーバーが大きくなればそれだけ、性能もアップすると、簡単に言うとそういうようなことが、できます。でさらにですね、まあ、本日午後にですね、Amazon Web Service の方から、ご紹介もあるかと思うんですけれども、まあ、クラウド環境っていうところでギャラクシーを動かすこともできます。でこれは、まあ、先ほどネットワーク越しにって言っておりましたけれども、これがインターネット越しっていうふうにちょっと、考え方というか、まあ、ちょっと変わるだけでですね、まあ、Amazon の、クラウド環境、まあ、いわゆる、なんて言うんでしょう、例えばちょっとあのこれぐらい大きなサーバーが欲しいなと思った時に、でもちょっとしか使わないんだよなっていう時に、あのすごい高いお金を払ってあのサーバーを買うのはちょっとっていうふうな方がもしいらっしゃったとしたら、あの Amazon の方でですね、あのこれぐらいのサーバーをちょっと貸してくださいっていうふうに、やって、でそこに Galaxy サーバーをインストールして、でインターネット越しに操作をしてっていうような、クラウドを使った解析っていうこともできます。でこれの利点はまあ初期費用がゼロで、まあ手軽にサーバーをこう大きくしたり小さくしたりとかっていうことができると、まあ、クラウドの利点はそう、まあ、一般的に言われるクラウドの利点なんですけれども、そういうような利点を使うことも、ギャラクシーであればできます。で、まあ、じゃあギャラクシーがそういうふうに動いているっていうふうになってるんですけど、じゃあギャラクシーって誰が作ってるんですかって、そのさっきから無料とかって言ってますけれども、じゃあ企業が作っているんですかって、そういうわけではなくてですね、こちらはあの、まあ、ネクルテンコラボ、ペンステートの方のラボと、あとジョン・ホプキンス・ユニバーシティの、テイラーラボっていうところの人たちがメインになって開発をしています。で、今日の午後にですね、あのジョン・ホプキンスの、方からですね、あのギャラクシーチームからのメッセージということで、あのちょっと
登場していただく予定になっておりますので、お楽しみください。楽しみにしてください。でそれから下に Contributions from Community って書いてありますけれども、これはいわゆるなんて言うでしょう、まあ、自発的にといいますか、便利だから開発手伝いますと言ってですね、世界中のいろんなところ の下に顔写真並んでますけど、 右側の方ですねの方々が、まあ、デューティーではないけれどもギャラクシーの開発を手伝っていくと、そういうような形で、作られています。でこれまでで、ギャラクシーの、簡単に、説明をしてきたんですけれども、ここまででちょっと詰まったとか分からないとか何かある方はぜひ今教えていただければ。ないですか？大丈夫ですか？朝早かったんでちょっと皆さんもう眠いですか？そんなことないですよね。そんなにかしこまった回ではないので、途中でコーヒー取りに行ったりとかしても、途中でお手洗いに立っていただいても全然構いませんので、こちらはゆっくりのんびり続けておりますので、何かあったら言ってください。ではですね、じゃあそういう形でギャラクシーっていうもの、まあじゃあこうやってぐだぐだ聞いているだけでは多分全然つまらないですし、なんかよくわからないと思うので、クラウド上で動いているギャラクシーを触ってみるっていうふうな、ステップにちょっと行ってみたいと思います。お配り、受付でお配りした紙にですね、アルファベットの記号が書いてあるかと思うんですけれども、そのアルファベットに従ってですね、どこかの、どこかのっていうとあれなんですけども、クラウド上で動いている、ギャラクシーにアクセスしていただこうと思うんですが、まあ、そもそもなんでこんな分けてるかっていうとですね、これだけの人数たくさんお越しいただいてますんで、一つギャラクシーのサーバーを上げてるところに全員でアクセスすると多分ギャラクシー止まっちゃうと思うので、まあ、あえてこうやって分けてるわけなんですけれども、こちらのページ皆さんアクセスできますでしょうか。ここに ABCDEFGHIJ まで、URL があるんですけれども、こちらのページに行っていただいて、手元の資料に、書いてあるアルファベットに従って、この URL にアクセスしてみてください。できない方もしいらっしゃったら手を挙げて教えてください。大丈夫ですか？でも URL 開けた方、ありがとうございます。開けなかった方、あ、大丈夫ですか？はい、待ちます。大丈夫です。ノートパソコン持ってない方って、ノートパソコンをお持ちでない方、持ちでない方はモバイルでもアクセスはできると思うんですけれども、ちょっとしんどいかもしれないです。頑張ってください。頑張りましょう。大丈夫？ OK？ OK？ で、アクセスしていただくとですね、こういう画面が出てくるかと思います。で、まず、最初にですね、やっていただくこととしましては、まあ、今日、このアクセスしていただいたですね、ギャラクシーの上でやること、この3つなんですけれども、まずアカウントを作ってみましょう。でそれから、データ、まあ、サンプルのデータを用意してますんで、このデータをギャラクシーに追加してみましょう。でそれから、その後ですね、ギャラクシーに、最初から入っております。これ、まあ、午後に説明があるんですけれども、そのワークフローををですね、とりあえず動かしてみましょうというようなステップになっております。一番最初は簡単です。2番目も簡単です。3番目がちょっと戸惑うかもしれないですけども、まあ、頑張っていきましょう。でまず、アカウントを作ってみる
っていうところなんですけれども、もう分かる方どんどん進めてください。右上にですね、ユーザーっていうところがありまして、でこれまあ、アカウント持ってる方はログインなんですけれども、今新しく立ち上げたギャラクシーですから、これログインできるはずもないですので、レジスターっていうところをクリックしていただくと、でその後こういう E メールアドレスと、パスワードと、それからですね、パブリックネームっていうふうに、これは同じギャラクシーを使っている人同士でワークフローをシェアしたりするときに目印になるような名前ですね。これは適当に名前つけていただければいいと思うんですけれども、まあ、今回は共有とかはしないんですが、そういう名前入れていただいてサブミットというふうに、押していただくと、そうすると E メールアドレス宛てにですね、メールも届きますけれども、普通にログインができるかと思います。ちょっと今ので分かりにくかった方は前でやりますんで見ててください。ここの右上にですね、このユーザーっていうのがあって、今もログインしてた。ログインしてましたのでログアウトします。このユーザーっていうところのこのレジスターっていうボタンをクリックするとこういうのが出てきて、でここに今アドレスを入れてパスワード入れてパスワードもう一回入れて名前を入れてサブミットっていうふうにするとログインできます。できましたか？できない方、お手を挙げてお知らせください。大丈夫そうですね。これぐらいだったら全然簡単ですね。こんなもんわざわざ来て、朝早く起きてチュートリアル来てこんな簡単なことを教えるんじゃないよと怒られるかもしれないんですけれども、まあ、冗談を置いておいて、では、ログインが、アカウントを作ってログインができれば、じゃあ次は、データをギャラクシーに追加してみましょうと、まあ、ギャラクシーデータを解析するための、プラットフォームというか、まあ、ソフトウェアですので、データがないことには始まらないので、まずデータをどこがしかから持ってくるっていうふうなことが必要になります。でこのギャラクシー、画面がこう3つ左と真ん中と右っていうふうに分かれてまして、まあ、これの使い方のおいおい、ご説明というか、まあ、触っていれば分かるっていうのはちょっと不自然説ですけれども、左側にいろいろツールが、入ってまして、で真ん中にそのツールを操作するためのパネルがあって、右側に履歴があるっていうのが、基本的な、考え方というかですね、基本的な構成になります。で、まあ、それはこれからちょっと触っていけば分かるかなと思うんですが、データをこのギャラクシーに追加するという時はどういうふうにするかというと、このスライドで示しておりますように、左のパネルの、矢印のマークがあって、でこれをマウスをちょっとその上に乗せると、 Download from URL を Upload files from disk っていうふうなメッセージが出ると思うんですが、これをクリックしていただきます。でそうするとこういう、ウィンドウがこう立ち上がってですね、ここに何がしかをこう、入れるいうような形になります。で2つありまして、自分のコンピューターにもデータがある、例えば、まあ、シーケンサーから出てきたデータであったりとか、まあ、データを、ハードディスクでもらいました、でそれをこう自分のコンピューターにコピーしましたっていう時は手元に、データがあると思いますので、その手元のデータをギャラクシーに追加するということで、 Choose Local File っていう、ボタンをクリックしていただくことになります。で今日はですね、このスライドのところに、書いてあります、ちょっと長いですけれども、この DDBJ DNA データバンクオブジャパン、三島にありますデータベース、塩基配列のデータベースのセンターですけれども、こちらに、保管されているすごくちっちゃい、ファスト Q のファイルを、NGS のデータのファイルを置いてますので、これを、試しに、入れてもらうということをしたいかと思います。でこの URL ちょっと長いですんで、先ほども言ったようにですね、さっきクラウドの URL がこういっぱい並んでたこのページに、資料の PDF がありますので、これをクリックしていただきまして、でずっと行って、
でここ の, 今説明しているスライドのところに FTP っていう文字列から始まるここ、あ、間違えちゃった、ありますんで、これをいっぱいダウンロードしちゃった、これをコピーしていただいて、まあ、これ一回ダウンロードしていただいてもいいと思うんですけれども、一回ダウンロードしていただいてここをコピーして、で、先ほどのここですね、ここに、貼り付けてもらうということをします。で、貼り付ける手順としましては、ここに、丸で書いてありますように、ペーストフェッチデータっていうふうな、ボタンがありますので、まずそれを押していただきます。そうするとこの真ん中のところにですね、ペッとこうコピペする場所が出てきますんで、ここに、先ほどの文字列を、ペーストしていただきます。でその後に、この3番で丸をつけているスタートっていうところをやってもらうと、データのアップロードが始まります。ちょっとやってみてください。URL の場所が分かりづらいとか何かあればと思うんですけれども、ちょっとこれはスライドから撮ってくるのが分かりづらいです。ちょっと進めてください。もしできる方はそのまま先に進んでもらって構いません。URL の場所が分かりづらかったと思うので、今ハンズオンのページにですね、サンプルデータの URL っていうふうにして、ここのに長い URL くっつけましたので、これをこうコピーしていただいてですね、これをコピーしてピタゴラギャラクシーの方に戻っていただいたら、ペーストフェッチデータっていうのをやるとこういうのが出てくるので、ここに URL を貼る、で貼ってスタートというふうにすると、こういうふうに進んでいくかと思います。でステータス 100% になればこれクローズしていただいて構いません。そうすると右側の、ヒストリー履歴のところに、こういうふうにデータがグリーンになるかと思います。分からない方がいらっしゃれば、はい、あれ、お願いしていいですか。はい、あ、そちらのお姉さんのところにお願いしますか。他できてない方、はい、お願いしていいですか。あちら右の奥の方。ちょっと一気にアクセスだから、白金食らってる感じ。白金？白金じゃなくて、なんか全部みんな失敗してるんで。何がこけてる？今あれが出ない。これ出ない。やり方一緒なの。出ない。みんながアクセスしちゃったせいか、出ない。後からやった人がなんかしばらくちょっとロックされてる感じ。赤になっちゃう。これが赤になる。うん。赤っていうか、あ、DDBJ から。そうそう。ん？ 400？ あー。DDBJ のサーバーに。DDBJ からアクセス金。禁止食らってんの？てかみんなでアクセスしたからなんかそのマジかな感じです。右側の方のですね、ここに私が開いてるとこ、ここ緑になってるんですけど、ここが赤色になってる方いらっしゃいますか？
結構いい。ちょっとアクセス一気にしすぎたから、ね、ありがとうございます。これは多分あの DDBJ の方のですね、データベースの方からそんなにいっぺんにアクセスしないでくれて怒られてるんじゃないかというふうに思います。ちょっとしばらく経ってからあのもう一回やってみるとうまくいくかなと思うんですが、その時のも、やり直しの仕方なんですけれども、あの赤くなってる方とかもですね、ここの、右の×のボタンを押していただくとこれ消えちゃいますん でこれもう一回空にして、でもう一回同じように、また同じように、で多分ここで僕がボンとやるとあのダメなんじゃないかと思うんですが、これでやるとできると思います。大体こういうチュートリアルをこうするとですね、こういうことがよく起きましてですねっていうのはなんか言い訳みたいですね。まあでもこれはすごく大事な話でですねっていうのはなんかこういうことを言うとなんか変な話なんですけれども、多分今ここに50人以上ぐらいの方がいらっしゃって一気にこうアクセスをしているので、攻撃されてると思ってこうサーバーの方がアクセスをやめちゃうんですね。なので、だいたいこうずらして波状攻撃でやらないとこうサーバーの方がですねちゃんとレスポンスを返してくれないので、もしラボに帰ってとかですね、でラボに100人ぐらい、学生さんがいてですね、で学生全員に用紙せのでやるとダメになっちゃいますんで、そんなことやるかどうかわからないですけれども、まあそういうこともあるということで、すいません、もうちょっと DDBJ はタフなんじゃないかなと思ってたんですけれども、意外とですね、まあ、そんなこと言って、で、まあ、ちょっとじゃあ、赤色になっている方は、まあ、これは本当にデータをアップロードするだけのステップなので、まあ、うまくいかなかった方は後でやるか、まあ、そのままもうスルーして前の画面を、見ていただいても構いません。でこれが、データのアップロード、まあ、これは何が起きているかというと、これは手元のデータを、扱ったわけではないですので、このギャラクシーは今クラウド上というか、インターネットの向こう側のどこかにある Amazon のサーバーの上でギャラクシーが動いているんですけれども、そのギャラクシーのサーバーが DDBJ のサーバー、静岡の三島にありますけれども、そちらにデータを取りに行くというようなことがあって、そのデータのやり取りっていうのは今皆さんが使っている手元のコンピューターでは一切発生していないっていう、まあ、ちょっと不思議な感じもするかもしれないんですけども、そういう状況になってます。で、じゃあ実際データをこういうふうにやったら、これこういうふうになっていて、ここをクリックするとこうペロッと開くんですけれども、じゃあ実際どういうデータなのかっていうような中身、まあファスト Q ファイルなんで中身を見たところでどうこうということではないんですけれども、この目玉のボタンをですね、クリックすると、こういうふうにファイルの中身がこうずっと見られると。いうような形になります。で、これは小さいデータなんで全部バーッと見れるんですけれども、まあ、よくあるようなすごく大きなデータであれば最初の方の部分だけが表示されましたっていうふうにメッセージが出ます。でじゃあこれで、まあ、データのアップロードが完了しました。でこの後にじゃあいろんなツールを使って、解析をしていくわけなんですけれども、ちょっとスライドに、戻ります。
でデータが、追加されてこうやって中身を見てみます。でじゃあデータが、追加できればじゃあ次に解析をしましょうということになって、通常 Galaxy では一つ一つこうツールをですね、ユーザーが選んでまずこれをやってで実行して、まずその次にじゃあこれをやって実行してっていうふうに、やっていくんですけれども、まあ、ツールどれを使ったらいいのかなと選んだりとかですね、ツールじゃあこれこの次は何をしたらいいのかとか、最終的にどこまでやればいいのかとか、まあなんかいろいろ悩みが、解析に不慣れな方だとあるかと思うんですけれども、そういうことのためにですね、今あの皆さんが触っていただいている、Galaxy にはワークフローが最初から、追加されています。でそのワークフローっていうのは、作ったのは、午後発表をしていただく方々なんですけれども、そのじゃあどういうワークフローがあるのって、 何に使えるワークフローがあるのっていうような情報は、このピタゴラ・ギャラクシーっていうふうな、先ほどからたびたび見ていただいている、ウィキのページウェブサイトのワークフローの説明っていうところに、あります。まずここのページに、アクセスしてみてください。でこのページなんですけれども、おそらく皆さん先ほどからこのハンズオンのページがもしかしたら開いたままになっているかなと思うんですが、このページでこの黄色いボックスのところをクリックしていただくと、メインページっていうところにアクセスすることができます。ちょっと重いですね。あの無理に一生懸命早くついていただかなくてもちょっと間を空けていただいても大丈夫です。でこのページに行っていただくと、まあ、ワークフローの説明、ツールの説明、それからイベントダウンロードというふうにこの4つアイコンが並んでおりますけれども、ここでワークフローの説明っていうところにクリックしていただくと、どういうワークフローが入っているかっていうのが情報として書いてあります。でここの左のワークフローの説明というところですね。で、ここにアクセスしていただくと、現在のワークフローというふうに書いてありまして、まあ、RNA シークとかチップシークとかバリアントコーリングとかっていうふうにいくつか、出てくるかと思うんですけれども、この中であの説明が載っているもので、まだあの今アクセスしていただいている Galaxy の中にあのまだそれで使える状態じゃないものも、あるんですけれども、まあ、あの今開発中ないし開発済みで、使えるもののワークフローが、ここにリストとして並んでいます。で、今日、まあ、これからあと、次の20分ぐらいを使ってですね、このじゃあワークフローを動かしてみましょうというところなんですけれども、こちらの方ではですね、例としてあのチップシークの、ワークフローを、動かしてみようと思いますけれども、もしこちらのね、現在のワークフローっていうようなページの中で、こっちの方が気になるなとかいうような、ものがありましたら、そちらの方を見て、進めていただいても構いません。ひょっとするとまだそのワークフロー使えませんっていうふうな状態かもしれないんですけれども、その時はちょっとすいません。もう少ししたらですね、この多分あのワークショップが終わってしばらくすると使えるようになるかと思うんですけれども、まあ、あのこのウィキのページウェブサイトの方でですね、ちょっといくつかワークフローを見てみてください。で、それぞれのワークフローのページはですね、まあ、どういうことをやるためのワークフローですかっていう概要であったりとか、まあ、入力として、そのワークフローの入力としてどういうデータが必要ですかとか、あとは出力の、まあ、どういうデータが出てきますかと、結果としてどういうものが出てきますかというような情報が書いてあります。でその後にですね、まあ、ワークフローですんで、まあ、いろいろ出力があった時にじゃあどういうふうに動くんですかっていうそのフローの、図が、書いてあるかと思います。こちらを見ていただければ実際どういうデータがどういう順番でどういうツールに実行されるかっていうようなことが、分かるかと思います。でそれからですね、ページの下の方に、もしかしたらまだちょっとないものもあるかもしれないんですけども、テストの方法っていうような、ものが書いてあります。でじゃあこれは何かっていうと、そのワークフローがじゃあどういうものか分かりました、どういうふうに動くのかっていうのが、まあ、説明は書いてありますと。で実際ちょっとじゃあこれを動かしてみたいというようなふうになった時に、まあ、手元で、いくらか
データをちょっと持ってきてっていうのはちょっと面倒くさいですので、それぞれのワークフローを実際に動かしてテストをしてみるためにサンプルのテストデータっていうものを用意して、これを使ってどういうふうにすればできるかというようなことを書いております。ですので今日はもしどれを使っていいかわからないという方はこのスライドで説明してますチップシープアンダーバー02というものを見てもらえばいいかなと思うんですけれども、でもこちらの画面ではこのやり方で進めます。分かる人はもう別のワークフロー使っていただいても構いません。じゃあ具体的にこのテスト方法っていうものに従ってどうやって動かしていくかといいますと、まずですね、こちらの、チップシークのデータでは最初にリファレンスのツール、防体2っていうその、ゲノムに対してマッピング、ショートリードっていうか、まあ、シーケンスのリードのマッピングを行うソフトの、インデックスファイルっていうものが必要ですので、それをダウンロードします。ただ、今回はすでにダウンロードがされているかと思いますので、このステップはいらないと思うんですが、解説しますと、左側のツールのところからピタゴラツールズっていうところを選んでいただいて、でそれから、2番の、ダウンロードリファレンスデータっていうところをクリックしていただきます。で、そこにどういう今ダウンロードすることができる、リファレンスのデータっていうものがここにリストで出てきますので、ここで防体2インデックスっていうものを、ダウンロードするようにこれをクリックしていただいて、エグゼキュートっていうようなボタンを押すと、ダウンロードが始まると、こういう形で、リファレンスのダウンロードができます。ちょっと簡単にもう流れを説明しますので、この流れが終わった後にちょっと時間を取って、動かしていただこうかなと思うので、ちょっと前の方を見ていただければと思います。分かる方は先に進めていただいて構いません。でこんな風にリファレンスのダウンロード、これはリファレンスのダウンロードが必要なもの必要ではないものっていうのもあるんですけれども、こちらのテストの方法って書いてあるところに従いますと、次はじゃあこのデータをインストールしますという風に書いてありますので、これをコピーして、で先ほどやったようにデータを、Galaxy に、インストールというか、アップロードする方法で、このように、URL をここにペタッと貼って、スタートボタンを押すと。でそうすると、データがこうやって右に今3つ URL を貼ったので、この3つがそれぞれこう Galaxy の中に読み込まれると。で読み込まれたデータでですね、このチップシーク02っていうワークフローでは一つデータのフォーマットを変換してくださいっていうふうにテスト方法っていうところに書いてありますので、そのデータの変換っていうのをここで行います。でデータの変換をどういうふうにするかっていいますと、テストの方法に書いてあります通り、ファスト Q データっていうのを、ファスト Q サンガーっていう、フォーマットに変えるっていう、方に書いてありますので、この右の3つの中からファスト Q っていうふうなのを選んで、そこの、ここに今丸で書いてあります鉛筆のマークのところを、クリックして、でそうするとこういうデータがこういう画面が出てきますので、このところでデータタイプっていうところをクリックする。でそうするとこのデータタイプを、チェンジデータタイプっていうようなの、操作ができますので、ここで、ファストQサンガーっていうものを選んで、で、それを実行すると、フォーマットが変換されましたというふうに出ますので、これでデータの変換が完了と。で、で先ほどのですね、データの、すいません、ここのですねテスト方法のところにですね、ファイルフォーマットを変更しますというふうに、ね、書いてあって、
書いてありまして、その次にワークフローを実行しますというふうに書いてあります。でワークフローからチップシーク02でボーっていうふうに選んで実行するというふうになってますが、でそのこのデータの変化が終わった、じゃあワークフローというのはどこにあるかというと、上の黒いバーのところにワークフローというのが書いてありますの でここをクリックしていただくと、でこう画面では1つしかないと思うんですけど、皆さんの環境ではもうちょっと出てくると思います。カラコ、あ、本当ですか、失礼しました。お、カラコだ、あ、そうか、すいません、ちょっと一つ手順を飛ばしておりまして、じゃあこっちの画面で実際に触りながらちょっとやってみます、すいません、ちょっと先にじゃあスライドの方で説明だけしてしまいます。でちょっと今ワークフローのところ空っぽで You have のワークフローというふうに出てしまうかと思うんですけれども、このやり方はちょっとまた、実際に前で実演しながらやってみます。でこのワークフローというのが出たら、この Run っていうのをやると、この真ん中にそれぞれどういうツールを実行するっていうリストが出てきて、でどのファイルを、それにアサインするかっていうのが出てきます。でこの中でですね、ゲノムのバージョンを選んだり、何かオプションを選んだりっていうする項目があるので、今回の場合は HG19 ヒューマンゲノムの19バージョン19を選ぶと、で選んで Run Workflow っていうこの下のボタンをクリックすると、このように、一連のワークフローが実行されるというふうになります。でこれまでが、ワークフローの動かし方で、基本的にはそのコピーペースト、まあ、テストだけでしたらコピーペーストしたり、クリックするだけで、動かせるっていうふうなのが、なんとなく分かっていただけたかなと思います。で、じゃあここから実際にこれで動かしてやってみますけれども、じゃあ、続きを、始めたいと思います。これから、1時間12時までですね。で、これからの流れなんですけれども、まず、今ちょっと、止まってました、ワークフローを実際に動かしてみるっていうところを、この後、やります。で、それが大体まあ15分から20分ぐらいかなと思うんですけれども、その後にコミュニティギャラクシー VM っていうものについての説明をして、その後ご自分のコンピューターにコミュニティ VM をインストールしてみるっていう風な流れになります。で最後のですね、このインストールしてみるっていうところが、お持ちのコンピューターの環境によってはですね、ちょっと手間取ったり難しかったりする場合があるので、ひょっとすると今日の、あと1時間の中でインストールすることができないかもしれないです。でその時はですね、そんなもんだじゃないんですけれども、無理にできなかったからちょっとダメだったっていうわけではなくて、後ほどサポートしますので、今日ちょっとできなかったっていう方は、後ほど手前におりますエキスパートに、ご連絡いただければと思います。でこの VM っていうものの説明は後でするんですけども、これをインストールするときにソフトウェアをインストールするんですが、これがちょっとファイルのサイズが大きいので、インターネットを皆さんで使うとまたちょっとダメになっちゃうかなと思うので、こちらで USB のメモリースティックを、用意しております。でこれを皆さんに数が全員の皆様に1人1本ずつっていうふうには本当はお土産でお持ち帰りくださいぐらいでやりたかったんですけど、ちょっとそういうふうにはいきませんでですね、ケチくさく皆さんで回していただいて、ご自分のコンピューターにコピーするっていうことを、やっていただこうと思っております。で3番のですね、バーチャルマシンっていうのは何ですかっていうような説明をしている間に、USB のメモリスティックをお配りしますので、自分の
USB が回ってきたら、そこでご自身の使っているマッキントッシュか、Windows かどちらかに対応するものと、あともう一つ、ピタゴラギャラクシー OVA っていうものがありますので、それをコピーしていただく。だから2つですね、2つファイルをご自分のコンピューターにコピーしてください。1つは Mac か Windows か自分のものに合ったものを、でもう1つは、皆さん共通の、ギャラクシー OVA っていうファイルです。どれコピーしていいかわからないという方は、その際にUSB 回ってきたときに自信ないという方は手を挙げて教えてください。で、Linux をお使いの方いらっしゃいますか。はい、大丈夫ですね。Linux の方は自分でやってくださいというふうに言う予定だったんですけども良かったです。いいのかな。では、先ほどのワークフローのところから、始めていきたいと思います。じゃあちょっとですね、こちらの手前で、やりますので、自信ない方は、前を見て、ゆっくりめにやりますんで、一緒にやってみてください。で、できる方はどんどん先に行っちゃって大丈夫です。まず、先ほどアクセスできないっていうふうになっていた、この Wiki のページに、アクセスをしていただきます。ゆっくりクリックしてください。で、お伝えした通り、こちらのワークフローの説明というところをクリックしていただくと、どういうワークフローがあるかっていうような一覧のページが出てきます。大丈夫ですか？大丈夫。で、今回はですね、前の方ではこのチップシークの、チップシーク02という、ワークフローを動かしてみようと思います。でこの、ページをクリックしていただくとですね、こういうページが出てきまして、概要、が、出てきます。で、使用する主なツールが、ボータイ 2MAX、トークジョインなどなどがありまして、で、入力のファイルとしてはこういうものがあります。で、出力のファイルとしてはこういうものがありますというふうに、あります。でこの辺のファイルの意味がちょっとよくわからないという方は、まあ、今はあまり気にしないで、そのままやっていただければと思います。まあ、意味がわからないままやってもちょっと面白くはないと思うんですけれども、まあ、どういうものかというのは調べたら、インターネットで調べたら出てきますので、もしわからないという方は、後ほど、まあ、今調べていただいても構わないんですけど、ということで、フローズとしてはこれ、3つ入力がありますので、3つこの入力があって、これがそれぞれ別々のツールに、処理をされて、最後ジョインして、でこの後アウトプットの、処理があって、とこういうふうな、ワークフローに、なっています。で、じゃあこれを実際にテストしてみましょうというところなんですけれども、山中さん、これリファレンスも入ってますよね。入ってます。はい。ここではダウンロードリファレンシーズツールを使ってダウンロードします。初回実行時のみというふうに書いてあるんですけど、これはもうちょっと実行しているので、今回は、スキップします。じゃあ次は何をするかというと、この3つの URL をですね、コピーしまして、これを、Galaxy にインポートします。これ、Galaxy のところの左上のこの部分ですね、ここにデータをアップロードするボタンがあるので、これをクリックで、このペーストフェッチデータっていう、ボタンをクリックしていただくと、ここにボックスが出てきますので、ここにペーストすると、でここでスタートボタンを押す前に、すいません、この場合は HG19、ヒューマンジノムの19番をやりますので、ここのゲノムにあらかじめ HG19 と、打つと、このヒューマンの、ゲノムの HG19 出てきますので、これを指定します。
ファイルのタイプはオートディテクトで今回は大丈夫です。でこれで、これができた方はここスタートボタンを押すとどんどん、ファイルが インポートされます。でこれグリーンになったら、クローズしていただいて、そうすると右側これくるくる回ってると思うんですけど、これは今実行中になります。途中で詰まった方もしいらっしゃったら遠慮なく手を挙げてくださいね。大丈夫ですか。なかなかこれはデータがインポートされないような気もしますけど、はい、ちょっと助けてもらっていいですか。はい、ボロさんお願いしていいですか。ありがとうございます。できてるはできてるんだね。言っていただいていいですか。ダメ。サーバー落ちてる。赤になっちゃう。あれが赤になっちゃう。インポートできない。どこが、これ400番いや400番だと思う。400番左 の、 ボタンを押してフェッチやってペーストしてスタートってやったらその画面が赤になる。ここが赤になる。そう、だからダウンロードが失敗してるんだよね。 HTTP が失敗だから、ウェブサーバーこけてるんだよ。ああ、こっちのウェブサーバーが死んでるのか。もしこちらのですね、ここの画面で、今手前の画面ではグリーンになってるんですけど、ここが赤になっちゃうっていう方は、おそらくダウンロードの方のファイルサーバーが落ちてるっぽいね。向こう側っぽい。これ多分先ほどと同じかと思うので、ちょっとまた時間を置いてやってみてください。すいません。必ずしもこの手前でやってるものじゃなくて、別のワークフローのテストの方をやっていただいても構いませんので、とはいえ、前の方にやってるのがあるのかな。結局サーバーが一緒だからあれだね。落ちてない。インスタンスの方が落ちてる。そんなことない。じゃあちょっと、すいません、赤になってる方はちょっと後ほどまた追いかけてもらうということで、前では、この先に進めます。で先ほどですね、資料の方ではワークフローというのをクリックしてくださいと言っていたけれども、 You have no workflows っていうふうに言われているというふうに言ってて、ちょっとこちらの方で案内の手順が間違えてしまってすいません。まず最初にですね、このシェアードデータっていうところをクリックしていただいて、よいしょ、あれ、でこのパブリッシュドワークフローズっていうところを、クリックしてみてください。そうすると、公開されているワークフロー、この同じギャラクシーの中でこのワークフローが、公開されて使えますよというふうな、表示が出てくるかと思います。で前の方ではこのチップシーク、02-v002 というものを、インポートをします。でそうすると、ここですね、ここのシェアードデータからパブリッシュドヒストリーズ、ワークフローズ、ビジュアライゼーションズ、ページーズっていうものがあって、ワークフローズっていうものがあるので、ここをクリックしていただいて、でその中から選んでインポートっていうふうに、やっていただくと、できるかと思います。
でそれをやってもらった後にワークフローっていうところにクリックしていただくと、先ほど何もありませんよって言っていたところにインポーディットチップスイーク 02V002 っていうものが出てくるかと思います。できないという方はいらっしゃいますか？大丈夫ですか？おそらくこのステップは大丈夫かなと思うんですが、もしわからない方がいらっしゃいましたら手を、あ、はい、お願いします。落ちない。じゃあ一時的に詰まってただけ。先ほどですね、あのデータをこうアップロードして赤になってできなかった、この部分ができなかったっていう方、今もう一回やってみるとひょっとするとできるかもしれないので、ちょっとお試しください。では、ワークフローがじゃあ皆様読み込めたようなので、このインポーティットというものをじゃあ実行してみます。でこの右にある下三角をクリックすると、イリットとかランとかシェアをパブリッシュとかいくつか出てきますので、この中でランをクリックしていただきます。あ、しまった。あ、ファスギュそうか、3回しちゃった。すいません、嘘をつきましたごめんなさい、この前に一つもう一個やることがありましたんで、もう一回ちょっと、やり直しといいますか、ワークフローをインポートする前に、一つさっきちょっとご紹介しましたけれども、データのフォーマットを変換するっていうステップが必要になります。それをちょっと忘れてたので今うまく動かなさそうな雰囲気でした。この 1,2,3 番、読み込まれてるかと思うんですけれども、その中でテスト .fastq って最後に書いてある、おそらく1番のところにあるかと思うんですが、こちらのファイルをですね、今フォーマット fastq ってなってるんですけれども、これを fastq サンガーに変換するっていうステップを今からやりたいと思います。でやり方、これも全部クリックしていくだけなんですけれども、まずこのテスト .fastq のところの目玉アイコンの右側の鉛筆アイコンをですねクリックしてみてください。そうすると真ん中の画面が切り替わって、エリートアトリビューツっていう画面が出てくるかと思います。大丈夫ですか？これは簡単だと思うんで、この後はですね、次に、このアトリビューツコンバートフォーマットデータタイプパーミッションズっていうふうに4つタブがあるんですけれども、このデータタイプっていうところをクリックします。でそうするとチェンジデータタイプっていう、項目が真ん中に出てきますんで、ニュータイプっていうところで、ここでファストQサンガーっていうものを選びます。でここちょっとは、引っかかりやすいというかですね、FastQCS サンガーっていうフォーマットがありまして、これは違うので、FastQ サンガーの方ですね、こちらを選んでください。で、ここはここで FastQ サンガーと、タイプしても選べるので、でこれで選ぶと。そうするとここでファスト Q サンガーっていう新しいタイプをここに適用するっていうことができるので、ここで保存を押します。そうするとこういうグリーンのチェンジタイプオブデータセットっていう表示が出てきますので、これでデータのフォーマットの変換が完了です。それによってはこういうデータの変換が必要になる時もあるので、こういうやり方でできるということを覚えておいていただければと思います。で変わったかどうかっていうのはこちらの右側の方でですね、一番のところもう一回見ていただくと、フォーマットファスト Q サンガーっていうふうに、変わっているのが分かるかと思います。大丈夫ですか？もうちょっと画面を大きくした方がいいかな。やり方もう一回説明しますと、
この右側の1番の est.fastq の部分の鉛筆アイコンを押して、でこの真ん中の attributes convert format data type permissions のうちのデータタイプをクリックします。でこの中の new type で選ぶところで fastq サンガーを選んでセーブっていうふうにするとデータの、フォーマットのデータのタイプの変換が、完了です。ではじゃあ、この次に進みたいと思います。先ほどシェアードデータの方でパブリッシュドワークフローズから、ワークフローを読み込んで、その後ワークフローっていう上のボタンを押すとここにインポーティッドっていう表示 で出てきたかと思うんですけども、これをもう一度、先ほどちょっとランしますって言って嘘ですって言っちゃいましたけれども、ここでランをクリックしていただくと、このように最初からもうどのデータがインプットかっていうのを勝手に自動的にですね、入れてくれてるかと思います。でインポートしたワークフローをランするっていうところまでやりましたら、このステップ4に傍体2っていうのがあるんですけれども、ここでセレクトリファレンスジノムっていう、選ぶところがあります。でここで、今回 HG19 なのでこれを選んでください。そんなタビュラーだから2つ目が2番か、こっちだね、こうだね、すいません、こちらの画面ではですね、133っていうふうになってて3がかぶってましたので、ひょっとすると自動的に選ばれてないかもしれません。HG19 そのリファレンスのジノムのバージョンを指定できた方はもう一度ちょっと上に戻っていただいて、インプットデータセットステップ1、2、3の、ファイルを確認してみてください。で1番の FASTQ ファイルのところには、1番この test.fastq が、選ばれているかと思います。でステップ2のジーンリストファイルの方は、2番の knownGene.bet っていうファイルが選ばれているかと思います。そして3番の GeneID×name テーブルっていうところは、この kgxf.tabular っていう3番のファイルが選ばれているかと思います。でその1、2、3の対応が、ステップ1が1番、ステップ2が2番、ステップ3が3番なので、これの対応ができて、リファレンスゲノムの HG19 ができましたら、今回は他の、オプションは、指定しないことにして、一番下に行って、ランワークフローっていうのをクリックしてみてください。で、クリックしてもすぐには動かないかもしれません。ちょっと時間が経って、こういうグリーンの画面が出てくるので、一回クリックして何もないからといって連打すると何回も実行されちゃうので気をつけてください。で、そのランワークフローがあって真ん中のサクセスフリーランワークフローっていう、表示が出ましたら、右のヒストリーの方をですねちょっと見ていただくと、こうやってぐるぐる回っているかと思います。でこれ、おそらく皆さん何人かでですね一つの、ギャラクシーを使っていますので、ひょっとすると時間がちょっとかかってしまうかもしれませんが、こうやって、一個ずつ、逐次的にツールの実行が行われます。でこのくるくる回ってるのは、待機中で、上の灰色になってるのは、実行待ちですね。で4番のこちらが、クリックしていただくと分かると思うんですけども、カレントリーランニングということで、これが今実行してるステップというふうになります。
で、これが、まあ、しばらく待てば、終わって、最終的に実行されて、アウトプットが得られるというふうな形になります。で、ちょっとこれ、皆さんで、ぐるぐる回ってるのをじーっと眺めていてもいいんですけど、まあ、時間がもったいないですので、ちょっとこれは今回、今日は先に進みたいと思います。で、このページ、閉じないで、ずっとこのまま開きっぱなしにしておけば勝手に、ちょこちょこ進んでいきますんで、閉じても、閉じても大丈夫か。閉じてもう一回アクセスしていただいても、大丈夫なので、まあ、ちょこちょこ戻ってどこまで行ったかなっていうのを確認してもらってもいいかもしれません。ということで、じゃあ今のがですね、まあ、クラウド上で動いているギャラクシーをウェブブラウザで使ってみるというような、内容だったんですけれども、スライドの方に戻りまして、次はですね、まあ、後半といっても残り30分ちょっとぐらいしかないんですけれども、コミュニティギャラクシー VM っていうものについて、ご説明をして、で、これをじゃあ今はクラウド上にあったんですけれども、自分のコンピューターにインストールしてみるっていうものを、ちょっとやってみたいと思います。で、先ほどもちょっと言いましたけれども、お使いのコンピューターによってはそんなにすんなりいかない場合もありますので、まあ、今回の時間中に終わらなくても、まあ、我々前にエキスパートいますんで、手伝ってもらったりして今日中ないしラボに帰ってからでも、できることをちょっと目指して頑張ってみてください。で、今からですね、USB のメモリーをですねお配りしますんで、その中に入っているフォルダーの、Windows もしくは Mac のどちらかと、Galaxy、ピタゴラ Galaxy.ova かなっていう風なファイルがあると思いますので、その2つをご自分のコンピューターにインストールしてコピーしてみてしてください。で、Galaxy Community VM とかっていう風に言っておりますけれども、バーチャルマシーンって聞いたことのある方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。意外といらっしゃいますけれども、まあ、この今からですねインストールしようとしているものっていうのは、何なのかと言いますと、いわゆるまっさらなギャラクシーというものではなくてですね、厳密に言うと、ギャラクシーが乗った、仮想マシンをインストールするっていうふうなことをやっていただこうと思っています。で、このコミュニティ VM っていうのは何なんですかっていうことなんですけれども、これはそのギャラクシーっていうのは先ほどの最初の方にですね説明したように、アプリケーションサーバーを立てるとか、まあ、ちょっとそれに対してウェブブラウザーでアクセスするとか、そういうようなことをして導入する必要があるんですけれども、でそれをやるとですね、それをずっと管理メンテナンスをするとか、でもギャラクシーのバージョンが上がったときに、じゃそれをこうバージョンアップするとか、でその中に溜まっていったワークフローであったりとか、そういうものを適切に管理するっていうのは、それなりに技術的なコストが、まあ、ちょっと時間を取られたりとかですね、それが専門というかですね、技術的にできる人を、雇わないといけないとか、まあ、そういう人がいないとできないとか、そういう問題が、運用ですね、Galaxy のサーバーの運用に、いくつか問題点があったの でそこにおいて、まあ、問題を解決しようということで、できました、まあ、有志によるプロジェクト、ピタゴラ・ギャラクシープロジェクトっていうものがありまして、でこの成果物をギャラクシーコミュニティ VM というふうに呼んでおります。で、まあ、この詳細についてはまた午後にですね、説明させていただくんですけれども、このコミュニティ VM の、まあ、コミュニティは、まあ、日本国内でギャラクシーを使っている人というふうに声かけをして、集まった方々が、協力してくださって、やっているコミュニティなんですけれども、その VM っていうのはバーチャルマシン、その、仮想環境です。で、仮想環境を知らないっていう方のために、ご説明をしますと、ある、コンピューターの中に、まあ、マシンというふうに言ってますけれども、バーチャルな、仮想的なコンピューターを起動する仕組みです。で、
もしかするとなんて言うんでしょう、パラレルズデスクトップとかですね、VMware とかですね、いろいろそういう仮想環境をやっているパッケージングのソフトもあるんですけれども、例えば、Mac の上に Windows を立ち上げるとか、 Windows の上に、例えば Mac は立ち上がらないんですけど、 Windows の上に、Linux のコンピューターを立ち上げるとか、そういうマシンの中にマシンを、起動するというような、コンピューターの中にコンピューターを起動すると、そういうような仕組みのことです。でこの場合はですね、VM っていうものを配りますと、皆様の、手元のコンピューターで何が起きるかというと、皆さん手元でコンピューターの上で、マッキントッシュか Windows かの OS が、起動しています。今それを触っていらっしゃると思うんですけれども、そのコンピューターの中にもう一つバーチャルなコンピューターを立ち上げる。でそのコンピューターの中にはあらかじめ Galaxy がインストールされていると、いうような形になります。ですので Galaxy をインストールするっていうことは一切必要なくてですね、その仮想環境、その仮想的なマシンを起動するっていうことだけしていただければ、その Galaxy に関する一切は何も触らなくてよくて、使えると、 Galaxy が使えるというような仕組みになります。でちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、もし分からなければ後で、この辺りの人間を捕まえて聞いていただいてもいいですし、ちょっとご自分で仮想マシンとは何ぞやというのを調べていただいてもいいかと思います。で、VM、 そのバーチャルマシンを起動する仕組みさえあれば、どこでも同じ Galaxy サーバーが起動するっていうのが、このコミュニティ VM の、メリットになります。ですのでこのコミュニティで後ほどその紹介させていただくいろいろなワークフロー、いろんなですね、違う大学や研究所での、ラボの中で使われている、例えば先ほども RNA-seq とか ChIP-seq とかありましたけれども、あれは例えばどこどこ大学のどこどこ県の人たちが普段使っているワークフローですとか、そういうようなものが最初から入っていると、そういうふうなものだと考えていただければいいかなと思います。でもうすごく簡単ですよと僕は言いたいんですけれども、VM をこの起動する仕組みさえあればというところがちょっとネックでして、ここのインストールがもしかするとちょっと難しいかなと思うんですが、ちょっとこの後頑張って、やってみてくださいということで、自分のコンピューターにインストールしてみるというフェーズに行くんですけれども、もうすでにUSB の中からファイルをコピーしましたという方挙手していただいていいですか。はい、じゃあそれ以外の方は今コピーしている、もしくはコピー、中待ち、まだ来てないよという方、挙手していただいてもいいですか。後ろの方が来てないですね。もうコピー終わってもこの周りは全員コピーしましたという方お知らせいただいていいですか。はい、でコピーができた方は、コピーしたファイル、バーチャルボックスなんちゃら、これは Windows と Mac によって違うと思うんですけれどもっていう、ファイルと、あとは、ピタゴラギャラクシーでありますか、.ova ファイルっていうものがありますんで、そちらをどこにダウンロードしてあるかっていうのをちゃんと、場所をちょっと確認してみてください。もしファイルのコピーなんかで、ちょっとわからないとかあれば、手を挙げてお知らせください。あ、そうそこでそこはちゃんとフォローしてね。はい。VBOX ネットゼロ、ボストンリアダプターの追加でなんか失敗するケースが多いから、そこで一回止めてもらって。失敗するってどういうふうに失敗する？システムで、なんか名前をボストンリーネットワーク。もともとあったりなかったりするから、なんかね、違う名前で登録されるといいんですよ。それと多分動かないですよね。動かないですよね。だから名前だけ変えればいい。VBOX ネットゼロじゃないとダメだよ、名前はね。名前を変えればいい。みんなそこで仕組るから、そこは私たちが来ますと言ってくれれば。
はい、大丈夫そうでしょうか。まだコピーできてないよという方いらっしゃいましたらお手を挙げてください。はい、ちょっとその手を挙げている方々に USB をパスしていただけると。では、コピーできた方はもうじゃんじゃんこんな感じだろうって進めていただいてもいいんですけれども、手順としてはですね、まずバーチャルボックス、これは仮想マシンを、の面倒を見てあげるための仮想マシンの面倒見ソフトみたいなものです。このバーチャルボックスをまず、ご自身のコンピューターにコピーしたファイルからインストールをしてみます。でその後にバーチャルボックスの設定っていうものがちょっと必要なので、この設定をします。でこの設定がちょっとですね引っかかりやすいというか、ここでよく間違えやすいですので、ここで一回ちょっとこちらの前のエキスパートがですね、皆さんのちょっと確認させていただくというかですね、もしちょっと自信がないという方は手を挙げていただければ設定を確認しに行きますので、手を挙げてお知らせください。でその後にコミュニティギャラクシー VM を起動すると、この3本立てになっております。では、早速、いくんですけども、フラッシュドライブをお配りしましたので Windows、OS X どちらかの、ファイルをコピーしていただいて、でさらに .ova ファイルというものを、コピーしていただいたと思います。でその次にですね、バーチャルボックスインストールしてみましょうということなんですけども、コピーしたフォルダの中にバーチャルボックスなんとかってどういうファイル名になってるかちょっとわからないですけども、こちらを、ダブルクリックすれば普通に、Windows、Macintosh どちらもインストールが始まると思いますので、それをダブルクリックして、インストールを始めてみてください。で、Linux の方は先ほどいないというふうに言われたんですけども、ウェブサイトからどうぞというような感じです。で、おそらく、手元はこちらの画面はですね、マキントッシュですので、こういう、これだけ大きくしても意味ないですね。こんな感じの名前の .dmg っていうものがあるかと思うんですけれども、合ってます？入ってます？いや、こういうファイルが入っていた、入ってましたよね。はい。Windows の方は .exe っていうファイルが入っているんじゃないかなと思うんですけれども、これをダブルクリックをしていただいて、すると、まずこういう展開中っていうのが、ベリファイングっていうのが走って、で、マッキントッシュだとこういうものが出てくるかと思います。で、ここにもどういうふうにやるかっていうのが書いてあると思いますんで、一番この This アイコンダブルクリックしてくださいっていうことと、あとは、でもダウンロードするとこのアプリケーションズっていうフォルダの中にですね、バーチャルボックスっていうものができますので、それを、ダブルクリックして起動するっていうものをやってみてください。で途中は多分ライセンスに、OK するとかパスワードを入れるとかっていうステップが必要になりますかね。パスワードいらなかったっけ？いらなかった。はい。で、これのインストールが終わりましたらですね、アプリケーションフォルダーの中からこのバーチャルボックスっていう、ものを選んで、実行をしてみてください。 Windows の方の方は、何に出てくるかな、アプリケーションプログラムの中に、バーチャルボックスっていうものが、出てくるかと思います。スタートからプログラムから、バーチャルボックスかなっていうふうに出てくるかと思います。これを起動してみてください。
はい、ここで一回止めるので、わからない方もしくは詰まったという方は、手を挙げて教えてください。で、分かる方はもうどんどん先に進んでいただいて構いません。分からない方は、この辺は結構詰まりがちなので手を挙げてお知らせください。で、手順としてはですね、前の方に書いてありますけれども、まあ、これ急いでやらなくて大丈夫です。分かる方は、バーチャボックスを起動した後に、環境設定、ネットワークでホストオンリーアダプターっていうものの設定をします。で、この、一番下の方にですね、VBOX ネット0っていうようなものを追加するっていうステップがあるんですけれども、ここがちょっと、難関というかですね、難しいところ、環境によって違う名前で入ったり、もう最初から入っていたり、いろいろあるので、ちょっと怪しいという方は、自信ないというか、これで大丈夫なのかという方は、手を挙げてお知らせくださいませ。すいません、ちょっとここが肝なんで、ですね、ホストオンリーネットワークっていうのを設定しなきゃいけなくて、それを今これ英語版になっちゃってるんですけど、ネットワークのホストオンリーネットワークっていう、あ、こっちで見せればいいかな、ちょっと待ってね。これさ、スライドじゃなくて、そうそう、そっちもいい。このナチュラルボックスの環境設定っていうのは、それでバーチャルボックスの環境設定っていうところがあるんで、そこからネットワークの環境設定に入ります。それでそこにホストオンリーネットワークっていうのがあるので、そこに一つネットワークを追加しなきゃいけないんですね。で、もともとインストールした時に入っている場合の方が多いので、入っていれば問題ないです。何もしなくていいです。で、入ってなかったらそこでプラスボタンで追加してもらいたいんですね。これが、入ってない状態です。で、入ってないときは、このプラスボタンを押して追加します。ここが超難しいんで、僕だけできたか。じゃあ、バーチャルボックスのインストールが完了した方は、先ほどのように、マッキントッシュだったら、アプリケーションからバーチャルボックスで、 Windows だったら、スタートプログラムバーチャルボックスで起動していただいて、起動するとこういう、Oracle VM バーチャルボックスマネージャーっていう画面が出ると思いますので、ここで、環境設定の、Windows だったら多分この辺に、ウィンドウの右上だったかな、に環境設定のボタンがあると思うんですけども、マッキントッシュだったら、このバーチャルボックスっていうところからプリファ、環境設定、もしくは英語だったらプレファレンシーズっていうものがあるので、これをクリックしていただくと、でこういうちっちゃくないかもしれないですけど、ウィンドウが出ますので、ここにいくつかアイコンが並んでます。で、この中からネットワークをクリックして、でここに、NAT ネットワークスっていうものとホストオンリーネットワークスっていうものがあるので、このホストオンリーネットワークスっていうのをクリックして、中に何が入ってるか確認してください。で、もし VBOX ネット0っていうものが入っていれば何もしなくていいようです。何にもなくて空っぽだった時はこのプラスボタンを押して、VBOX ネット0を作ってください。で、ここまでできた方は、まあ、もうここで一回止まっていただいて、まあ、分かる方は先にどんどん進んでいただいて構いません。ここで分からない、ここで詰まった、何を言っているんだっていう方は手を挙げてお知らせください。ですね、すいません、
Mac の方は先ほどの、お見せしておりました PDF の通りに、バーチャルボックスのですね、ファイルメニューからインポート、仮想環境をインポートするっていうバーチャルアプライアンスをインストールするインポートするっていう、メニューから、USB からコピーしてきた OVA ファイルを指定するっていうやり方でインポートができるかと思います。で、でこちら、Windows の方をですね今急遽用意したんですけれども、Windows の方もですね、この先ほどやっていただいたのはこちらの環境設定からネットワークを選んでこのホストオンリーネットワークのところを確認するというふうなことをしたかと思います。おそらく VBOXNET0 っていうふうになってない方はちょっと見えますかね、バーチャルボックスホストオンリーイーサネットアダプターっていうふうな設定になっているかと思います。でこれをそのまま OK していただいて、でこちらはもうすでになんかいくつかいっぱい入ってるんですけれども、このファイルから仮想アプライアンスのインポートというものをクリックしていただいて、インポートしたいアプライアンスのところでこのフォルダから先ほどダウンロードした OVA ファイルを選んでいただく、デスクトップになりますか、これですかね、このピタゴラギャラクシー 0.2.3.ova っていうものがあるかと思いますので、これを、開く、で開いた後にこの次へっていうものをクリックしていただきます。このあたり、Mac でやってる方も同じかと思います。で、ここにいろいろ設定があるんですけれども、これはそのまま、の状態で、このインポートっていうものをクリックしていただきます。でクリックすると、インポートが開始されて、それが完了するとこういうふうに左のメニューにピタゴラギャラクシー 0.2.3 っていうものが、電源オフっていうパワーオフもしくはで、電源オフもしくはパワーオフっていう、表記で出てくるかと思います。で、これを右クリックしていただいて、起動っていうふうに押すと、このギャラクシーのバーチャルマシンが起動しますが、多分ダメなんだよね。はい、おそらくこういうふうに怒られるんじゃないかと思うんですけれども、とりあえずここまで、で見てください。 Mac の方はそのまま進めるんじゃないかと思います。でそのまま進んでいけた方は、先ほどの PDF の資料にある通り、URL が、数字の URL があったと思うんですけれども、そこに、192.168.56.10:8080 にアクセスをしてみてください。説明して、はい、ごめんなさい。Windows で起動すると怒られるというところなんですけど、はい、起動すると怒られますので、起動する前にネットワークの設定を変更するか、もしくは起動してみたときに、こう怒られたらネットワークの設定の変更って出てきますので、変更しますと。でなんでダメかというと、このバーチャルマシン、仮想マシンは、Mac で作っちゃってるので、ホストオンリーアダプタの名前が違いますと。でなのでこのアダプター 1,2 と出てくるので、アダプター2の方のホストオンリーアダプターの、を選択し直してやると。このバーチャルボックスホストオンリーイーサネットアダプターというのに変更してあげてください。で、OK。そうすると、
Windows でも立ち上がります。はい、じゃあ皆さん、手を動かしていらっしゃるところかと思うんですけれども、時間が来ましたので、ちょっと前の画面を見てみてください。で今、やってもらったのが、まずそのバーチャルボックスを、インストールした後にネットワーク、まあ、その肝だというふうに言っているところの設定をしていただいて、まあ、ちょっとここがどういう環境 Windows なのか Macintosh なのか、まあマックや Windows の中でもちょっとバリエーションがあるんですけど、ここがちょっと違うので、ここの設定、ネットワークの設定をしていただくと。で、このネットワークの設定、何をやっているかというのをちょっと簡単に説明をすると、手元の、コンピューターの中で別のコンピューターが、起動してますので、そのコンピューターに対してそのブラウザから通信するための、ネットワークの設定というものをします。ですので、これの設定ができていないと、ウェブブラウザーで、この一番下に起動したらウェブブラウザーで 192.168.56.10.88.8080 っていうところにアクセスしますっていうふうに書いてありますけど、ここにアクセスした時に何も出ませんというふうな設定になって使えなくなってしまいますので、まあ、心の設定が肝だということになります。で、まあ、簡単にさらっとおさらいをしますと、仮想アプライアンスのインポートをして設定を変更せずに、インポートをしましたら、こういうものが出てきますので、右クリックで起動をすると。で、起動するとこういう先ほども Windows の方で見せましたけれども黒い画面が出てきますので、でこれが起動したら Web ブラウザで、この 192.168.56.10.8080 というところにアクセスをしていただくと。で、これでうまくネットワークの設定もできているのに起動しないという場合が時々あります。で、その時は使っているマシンのですね、使っている手元のコンピューターの、メモリーの量が少ないとかっていうことも、原因として考えられます。で、その場合はですね、仮想マシンが使うメモリーのサイズを小さくするっていうことが必要になりますので、その設定はちょっと難しいので、それはそうかもしれないという方は個別にお尋ねください。で、それからあとはまあ先ほどからちょっと難航してますネットワークの設定を確かめるということと、あとは一度仮想マシンをですね終了して再度起動するっていうふうなことをやると、うまくつながるようになるという場合もあります。あとはまあよくわからないけれども自分のコンピューター自体を再起動するとうまくいくとかいうことも、あるので試してみてください。で、終了の方法なんですけれども、先ほどのマネージャーのところで右クリックしてクローズ、まあ、その終了から、ACPI シャットダウンっていう項目がありますので、それを、クリックすると、仮想マシンが終了します。で、内容としては以上なんですが、この子で、まあ、もし手元でちょっとできなかったとか、終わったという方は、おさらいのためにこちら見ていただければいいかなと思います。で、バーチャルボックスがインストールして立ち上がりましたら、ここから、インポートをします。で、ここからダウンロードしてきたこの OVA ファイルっていうものを、選択していただいて、で、これを続ける。で、このままインポートをすると、ちょっと時間かかりますけど、なんでこんなに時間かかる時間かかる。で、これが終わるとですね、起動するとこういう画面になって、でその後は、この、192.168.56.10、コロン8080っていうところにアクセスをしてみてください。すいません、最後の方は個別に難しいところがあったかと思うんですけども、ちなみにここまでで、ギャラクシー手元で立ち上がったっていう方は挙手していただけますか。お、ありがとうございます。意外と起動しました、ね、
はい。で、ということでですね、ハンズオンの内容としては以上です。最後ちょっとギャラクシーの、起動まで行かなかった方いらっしゃるかと思いますが、まあ、お昼休みとかにちょっと聞いてもらってもいいですし、会終了後、ハッピーアワーありますんで、ハッピーアワーの時に一緒に、触ってみてもいいかなと思います。で、今日触ったギャラクシーの 中身についての、紹介が午後の、レクチャーとしてありますので、そちらも、どうぞ、お楽しみにしてください。